お絵かき講座パルミープレゼンツイラスト誰でも添削スクール。皆さんはじめまして、相葉由紀子です。この番組はお絵かき講座パルミーがお送りする初の YouTube 添削番組です。プロのイラストレーターの方が視聴者の皆様から寄せられたイラスト作品を抽選で添削します。添削してくださるのはこの方です。はい、皆さんはじめまして、イラストレーターの MRI です。私はですね、スマホのゲームであったり、人体の描き方の書籍であったりとか、はい、まあ、その他ですね、あの裏方、表にあんまり出ないようなイラストの仕事をいろいろ受けさせていただいているという形なんですけれども、はい、今回はですね、出ない、そうなんですよ、謎の仕事、そうなんですよ、イラストレーターといっても仕事みたいですけど、はい、表に出るなんか花形の職業っていうイメージあると思うんですけれども、はい、その方々ってほんの一握りで、結構裏で名前は出ないんですけど、いろんな仕事をされている方っていうのが非常に多くて、あ、名前が出ないけれどみんなにはイラストが見れるです、ね、そうなんですよ、イラストだけ見えている、闇の世界で描いているわけではないではないですね、そうなんですよ、裏方として、まあ、いろんなお仕事を受けさせてもらっている、まあ、はい、イラストの何でもやみたいな感覚でお仕事をさせていただいております。はい、はい、今回はですね、僭越ながら私がイラストの添削を務めさせていただきます。はい、お願いいたします。さあ、先生はこういった添削されるのは初めてなんですか？はい、私はですね、添削自体はあのパルミーの講座とかで、撮影もさせていただいてますし、はい、専門学校とかで、うん、講師をしてたこともありますので、添削自体は何度かやったことがあるんですけれども、はい、こういうラジオ形式でやるのは初めてなので、ちょっとどうなるか僕も予想がつかないといった状況なんですけれども、はい、全力でやっていこうかなと思っております。はい、お願いいたします。それでは皆さん、最後までお付き合いください。この放送はお絵かき講座パルミーの提供でお送りします。それでは早速添削の方を行っていきましょう。はい、よろしくお願いします。まずはじめにこの添削室について説明します。今回あらかじめ募集フォームから皆さんに添削してほしいイラストと次の3つの内容を応募していただきました。1、個人的によく描けたと思う部分。2、先生にアドバイスが欲しいポイント。3、先生に赤ペンでがっつり直してほしい箇所1ポイント限定。この3点を踏まえて添削とコメントをしていただきます。それでは早速最初の方の添削へ行ってみましょう。まず最初の方の作品は、はい、秋あゆみさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずよく描けたと思う部分、髪のツヤベタ、先生にアドバイスが欲しいポイント、目鼻立ちのバランス、先生に赤ペンでがっつり直してほしい箇所、髪の生え際ということで、まずよく描けたと思う部分が髪のツヤベタということで、先生お願いします。はい、では、見ていきましょうか。よく描けたと思う部分、髪のツヤベタということなんですけれども、はい、はい、その通りです。非常によくできていると思います、はい、髪のツヤベタってペンの尖り具合だったりとか、要は線がシュッと綺麗に伸びているかどうかっていうのは結構重要になってきてて、ここがペンの先端が丸かったりとか、いまいちこう伸びきっていなかったりとかすると、なんか綺麗に見えなかったりとかするんですね、はい、そのあたりが非常に綺麗にされているので、もういいツヤベタになってるんじゃないかなと思います。そしてですね、髪の生え際とかをしっかり意識されているツヤベタになっているなという印象を受けまして、はい、要はつむじの部分ですね、はい、髪の毛のつむじの部分からしっかり流れるようにツヤ、ベタが入っているので、髪の流れを崩すことなく綺麗に入れられているんじゃないかなと思うので、ここは本当に非常によく描けていると思います。ではじゃあアドバイスが欲しいポイントが目鼻立ちのバランスということですが、はい、
はい、目鼻のバランス確かに難しいところというか1ミリずれるだけでも結構顔の印象変わったりするようなそうです、ね、はい、ポイントだと思うんですけれども、はい、まずですねちょっと添削用としまして1だけちょっと中心にずらさせていただきました。はい、はい、で顔の印象についてのお話を先させていただくんですが、はい、これを見てください。顔の印象ということで頭をですね、まあ、頭部全体なんですけれども縦に長くするとちょっと大人っぽくなったりとか、うん、男っぽくなってしまうんですね。はいはい、で、まあ、目の位置は、頭部の約半分ぐらいですね。頭部全体を含めて半分ぐらいの位置がちょうどいいかな。うん、はい、で頭部を丸く、まあ、だんだん潰れていくようなイメージですね。ぶちゅっと潰れていくような感じにすると、はい、幼くデフォルメに、まあ、だんだん可愛いような印象に近づいていくと、でそれに合わせて目の位置も少しずつ下げていくと、うん、そうすると可愛く可愛く幼くなっていくと。なので縦長にすると大人っぽく、丸く潰れさせると可愛くなりますよという顔の印象が、まあ、ありますので、はい、まずここを覚えておいてほしいなというのが基本なんですね。はい、顔の印象の基本なので、パーツを配置するときに目鼻立ちのバランスとかを取るときにまず頭部とか顔の印象どうしたいのかとかいうところをまず考えて、うん、自分の絵柄とすり合わせて考えていく必要がありますよねというところでございます。はい、はい、そして、それをベースにですねちょっと僕が素体の方を描いてみたんですけれども、まあ今回元の絵がそこまでデフォルメのかかっていない輪郭、うん、ちょっと大人っぽい顔つきになっていたので、はい、まあ、目もそこまで大きくなくっていう感じだったので、うん、その辺のバランス取れるようにちょっと私なりに輪郭を整えてみたんですけれども、はい、輪郭の印象自体は頭部全体の印象自体は割と縦長寄りではあるんですけれども、うん、元の絵に比べて若干目の位置を下げています。はい、さっきの顔の印象の話でもしたと思うんですけれども、はい、目の位置が高かったりとかすると、まあ、若干大人っぽく男っぽくなってしまうっていうのがあるので、うんうん、少し目の位置を下げて女の子っぽく印象を与えるように配置しております。そうですね、制服を着ているので、うん、学生さん、まあ、中学生か高校生ぐらいで、ね、するとやっぱりそれぐらいがバランス的にいいかなって感じですね。はい、はい、まあ、若干ちょっと目の位置を下げてあげた方がよりちょっと幼さが出るし、うん、まあ、年相応のキャラクターじゃないですけれどもちゃんと描きたい年齢に合うものになるんじゃないかなと思っております。はい、はい、で目鼻立ちのバランスを少し掘り下げるんですが、はい、まずパーツをしっかり見ていきましょう。ポイントとしては各パーツの位置と大きさ、まあ、目鼻立ちのバランスそのものなんですけれども、あと女の子らしい印象っていうのがまあポイントになってきますよと。で、はい、目の位置は若干下にした方がまあ可愛らしい印象になるよってさっきお話ししましたね。はい、はい、でもう一つ、耳の位置は、目尻ですねと同じぐらいの高さになりますよと。はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、目と平行に描いちゃいそうなイメージがありますが、まあ、大体耳の位置は目尻ですね、はい、と同じぐらいの位置ですよと。これ眼鏡かける人ならわかるかもしれないんですけれども、はい、分かりやすいその通りですよね。はい、はい、であとですね、鼻筋なんですけれども目鼻立ちのバランスということで、はい、鼻筋なんですけれども、まあ、まだこの時点では描いていないんですけれども、はい、鼻筋自体をこう縦にスラーッと描いてしまったり、ちょっと描き足してみましょうか。鼻筋をこう縦にスラッと長く取ってしまったりとかすると、はい、ちょっと男っぽくというかイケメンな感じになってしまうので、うん、女の子らしい可愛らしい印象を出したいという場合はできるだけ鼻筋は短く取った方がいいんじゃないかなと思います。場合によっては鼻を全く描かないという選択肢もあるかもしれませんね。はい、僕がここを直すと良くなるっていうポイント、ワンポイントがありまして、首なんですけれども、はい、ちょっと太いかなっていう印象を受けたんですね。はい、なので女の子らしい印象を残すために首をちょっと細くしてあげると、まあ、より華奢な感じといいますか可愛らしい感じが出るのであまり首は太くしない方がいいと思います。はい、はい、これはリアルよりでも若干首は細身にした方がいいと思います。はい、はい、で、はい、最後に下なんですけれども女の子らしい印象を与えるには、まあ、曲線要は角張った線とかを取ってしまうと
ちょっと男の子っぽくなってしまうので、まあ、曲線で柔らかさをほっぺのプニプニ感とかね、はい、少し出してあげたりとか、体の細さ、まあ、キャシャさ加減といいますか、首の太さとかねを調整してあげたり、各パーツのサイズや目、目、鼻、口などですね、はい、目なんですが、よく言われるのが、女の子を描くときは目をでかく描けってよく言われるんですけれども、はい、これは一概に言えなくて、うんうん、最近のアニメとか漫画とか見てると分かると思うんですけれども、だんだん目が小さくなってきてるんですよ。あ、はい、2000年代とかになってくると、うん、可愛い女の子って言えばめっちゃ目がでかいっていう、そうです、大きい顔の半分くらい、そうですよね、少女漫画とか、はい、目がいっぱいですよね。骨格というか、うん、頭蓋骨どうなってんだよっていうような目とかが流行った時期があったんですけれども、はい、最近はどんどん目がちっちゃくなってる傾向にあるので、まあ、一概に大きくしろと言えない時代になってきてます、うん、ただ目の位置高さとかはしっかり調節ができると思いますので、はい、その辺自分の絵柄にどう合わせるかっていうのをちょっと考えながら配置してほしいなと思います。サイズ感とかも合わせてほしいなと思っております。はい、先生に赤ペンでがっつり直してほしい箇所っていうのが、髪の生え際とのことですが、はい、はい、生え際なんですけれども、はいはい、髪の毛を描くときに生え際、まあ、描くわけなんですけれども、どうやって描けばいいのか分かんないし、どれぐらいの高さに位置を取ればいいのか分からないとか、結構いろいろ問題が出てくると思います、はいはい、で髪の毛を描く前に生え際の目安を描いておこうっていうのは、慣れないうちは本当にしてほしいんですけれども、はい、まあ、なんか下書きの時点でやっぱり早く可愛くしたいとか、早く女の子にしたいから、わかります、もう早く髪の毛を生やしたい、そうなんですよ、早く髪の毛を生やしたいからちょっと焦るんですけれども、はい、まずブレーキをかけてもらって、はい、慣れないうちは生え際にしっかりこう目安をつけておいてほしいんですね、はいはい、そうするといざ髪の毛を描いて塗ってみた時に、あれなんか生え際高すぎるなとか、そうですね、なんか妙に頭が伸びちゃったりしますよね。そうなんですよ、うん、っていうのを防ぐことができるので、生え際の目安はしっかり描いてほしいんですけれども、はい、どれぐらいの高さにまず生え際、特に前髪ですね、の部分持ってくればいいのかっていうことなんですけれども、正確に高さとか比率とかってあんまりないんですけれども、イメージとして、そうですね、熱さまシートですね熱さまシート、はい、おでこに熱さまシートがピタッと貼れるぐらいちゃんと広さ取ってありますかっていうところなんですよ。はい、はい、これがすっぽり入るぐらいがベストです。これが余裕がありすぎると、おでこ広い感じになってしまうので、ちょっと後退しちゃったかな、ま、そうですね、あくまでイメージ論ではあるんですけれども、はい、ちゃんと熱さまシート貼れるかなっていうイメージでやってほしいと思っております。はいはい、ただですね、ここで注意しなきゃいけないのが、デフォルメ系のイラストとか、頭身が低いタイプの女の子とか描く場合、はい、眉毛の位置をすごく高く取る場合があるんですね。ありますね、はいはい、目から眉毛までの距離がすごく空いてるって、うんうん、そうなるとどうしてもおでこの面積は狭くなります、はい、なので眉毛と生え際の距離を考えるというよりも、目から生え際までの距離で生え際の目安を取った方がいいかもしれませんね。はい、はい、で、もみあげ、次前髪のこと言ったので、はい、もみあげの部分に入るんですけれども、はい、もみあげはですね、基本的に耳の、上の部分ですねと同じぐらいの高さにすると、まあ、ちょうどいいかなって思います。ここら辺ですね、ここら辺。というのも、もみあげってどうしてもちょっともうちょっと下まで下げちゃうイメージあるんですけれども、この辺ぐらいまで、はい、ここら辺までやってしまうとちょっと髪の毛の量が多すぎると言いますか、これをしてしまうとどうしてもこのサイドの髪の毛を下げざるを得ないんですね。いや、持ち上げた時に、髪の毛を持ち上げたりかき上げたりとかした時に、下まで生えすぎているとちょっと毛深く見えてしまうというか、ここの髪の毛の処理をどうすればいいのかで結構迷ってしまったりとかするので、それは後から考えればいいことです。まずベースとしては、まあ、耳の上部分ぐらいに、置いておくと、生え際を置いておくと、まあ、どんな髪型にも対応しやすいですよということなので、サイドのもみあげの部分は耳の上ぐらい、耳の高さぐらいですね。で、はい、覚えておきましょう。はい、で次、横から見た図なんですけれども、はい、生え際の
もみあげの部分はこの耳の高さと言いましたが、はい、耳からちょっと離れたところに生え際がきます。というのもこの耳に直接ひっついてないんですよ、こう、うん、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、はい、意外と絵にすると抜けたりします。そうですね、はい、なんかつけちゃいますよね。そうなんですよ、一緒こたにこう考えちゃったりとかして、はい、髪型に自由が効かなくなってしまったりとかすることがありますので、はい、ちょっと離れたところにあるんだよっていうのを意識してほしいですね、はい、特にですね髪をかき上げた動作とか髪をゆってる動作とかポニーテールとかすると見えちゃうところですね、はい、見えちゃうところなんで、はい、うなじを見せたいようなイラストだったりとかすると、うんうんうん、どうしてもここは気をつけなきゃいけないポイントかなと思います、はいはい、で、生え際の後ろですね、後頭部の方なんですけれども、はい、うん、イメージとしましては頭蓋骨と首の骨の、はい、まあ、境界あたりに生え際がきますよと、まあ、ここから首が曲がるような感じなんですけれども、はいはい、そこにちょうど生え際が来るようなイメージで置いてあげてください。はい、はい、まあ、生え際に関してはそこだけ注意してれば結構何でも対応できたりとかするので、あとは注意するべきとしたら、これがベースではあるんですけれども、はい、人によって結構ばらつきがあるものなんですね、生え際って、はい、まあ、おでこ広い人もいれば狭い人もいるし、ベジータみたいな M 字になってるキャラクターもいるわけじゃないですか。反り込み入っちゃってるみたいな。反り込み入ってますよね、完全にね。ああいうキャラもいるわけなので、はい、結構自由自在にやってもらって構わない部分でもありますので、はい、キャラクターに合わせてちゃんと生え際が合ってるかどうかとか意識してやってみると、よりキャラクターのバリエーションも増えていいんじゃないかなと思います。じゃ基礎はこれで押さえておいて、ここからどうアレンジするかがポイントですね。その通りです、はいはい、ということで今回いただいた欲しいポイントと直してほしい箇所を踏まえた上で、先生が見本として、はい、お手本として描いていただいたイラストがありますので、ぜひ見てみましょう。はい、はい、まずですね、こちら元のイラストですね、はいはい、元のイラストに僕がですね、先ほどのポイントを踏まえた上でちょっと過失修正といいますか調整したものがありますので、そちらをご覧ください。それがこちらでございます、はいはいはい、結構なんか幼くなったと言いますか、そうですね、女の子らしくなったのではないかなと思うんですけれども、はいはい、まあ、首の太さであったり、うん、鼻立ちと言いますか鼻の線を少し短く取ったりとかしたわけなんですけれども、ほとんどですね位置を調整しただけなんですね。目も描き直してはなく、目はもうそのままです。そのまま、はい、目も眉毛もそのままですし、髪の毛とかもほぼそのままなんですけれども、ちょっと並べますね。ではこちらちょっと並べたものになるんですけれども、はい、はい、顔立ちの、はい、左が先生が描かれた、そうですね、こちらが私ですね、はい、はい、MRI と書いておきます、はい、はい、何が違うのかちょっと見ていくんですけれども、はい、顔立ちのバランスのお話をした時に目の高さとかもちょっと変えた方がいいよって、ちょっと低めにすると女の子らしくなるよっていう話をしたと思うんですけれども、線を引いてみると分かります、結構目の高さ変わってます。そうですね、はい、結構低くなってますよね、はい、で鼻のラインもかなり短く取っております、はいはい、口もそのまま、口もそのままです、はい、ちょっと場所的にはそんなに、そうですね、口のところ目を下げたことによって、はい、どうしてもちょっと下げざるを得なくなると言いますか、うん、ちょっとやっぱり下げてます、下げてます、よいしょ、いいっと、そうですね、はい、まあ、目が下がったことによって顔のパーツすべてが下に下がりますね、はい、ということでございますけれども、はいはい、あとですね、こちら首ですね、首の太さがかなり落ち着いたんじゃないかなと思います、はい、意外とですね結構細めに撮った方が、うん、印象が良かったりとかするわけなんですけれども、はいはい、まあ、これもね、また極端に細くしすぎたりとか太くしすぎたりとかまあ難しいと思うんですけれども、はい、何回か描いてみて自分にとって理想の太さとか印象っていうのを探してみてほしいなと思います、はいはい、そしてですね、今回ツヤベタがよく描けたということなんですけれども、はい、そのツヤベタをもっと活かしたいなと思ってて、はいはい、せっかく綺麗にツヤベタが入ったんですけれども、はい、髪の毛の毛の束ですね、はい、こちらの毛の束がちょっと一定すぎるなっていう印象を受けたんですね、はい、太さが全て一定で
さらにちょっと太めなんですね。全部がちょっと大きめの毛の束になってますよね、はい、これですとツヤベタがすごく細かく綺麗に入っているのに毛先だけ細かくないっていうちょっとアンバランスな感じになってしまうので、はいはい、こちら私の方ではですね元ある束に少しこう細い髪の毛の線を足してあげて毛先を細分化させております、はい、よりちょっと細かく折り下げております。こうすることで細かく描いたツヤベタと釣り合わせることができるのではないかなと思いますので、もう少しだけ、細かくしてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、はい、で生え際もそうなんですけど前際の生え際なんですけれども、はい、少し下げました、はいはい、目の位置を下げたことでどうしてもおでこの面積が初期よりも広くなってしまうと、はい、目を下げればどうしてもおでこが広くなってしまうので、うん、その分ですね、生え際も下げさせていただいております、はいはい、前髪をしっかり描くときは基本ちょっとおでこを低めに設定してもいいかもしれません、印象として、はいはい、というのも髪を分けたりとかするとどうしても生え際は目立ってしまうんですね、うんうん、なのでそんな時に少しでも生え際が高いとんってちょっと違和感を感じてしまったりとかしやすいので、はい、気持ち生え際を下目にイメージすると綺麗に前髪とかも取れるかもしれませんね。どんな分け方をしてもまあ綺麗に見えるのではないかなと思います、はい、これ輪郭も小さくしてますか。あ、輪郭ですね、はい、あの顎を削っております。顎を削ってる、はい、というのもですね、はい、顔の印象最初の話に戻るんですけれども、顔の印象が縦に長い印象になれば大人っぽく、うん、まあ、ちょっと男っぽくと言いますかリアル目になってしまうので、顔の印象を潰す、まあ、頭部全体を潰すことによって女の子らしさが出るっていう話をしたと思うんですけれども、はい、顎もそうなんですね、うん、はい、要はほっぺから顎までのラインここですね、はい、ここが鋭角になればなるほど、角度がね鋭角になればなるほどちょっと男っぽいと言いますかリアルになってしまうので、うん、角度を浅く広く取ることによってより女の子らしいふっくらした印象を与えることができますよと、はいはい、もちろんあのわざとそういうキャラだからっていう意味で、うんうんうん、鋭角にしたりとかする分にはもう全然問題ないんですけれども、はい、可愛らしい女の子にしたいという場合であればできる限り顎は尖らせない方が、いい印象になるのではないかなと思います。はい、は以上ですか。はい、以上でございます。はい、はい、秋あゆみさん応募ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きましての方の添削へ行ってみましょう。はい、はい、ではデミリアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お、ハルミーちゃんです。ハルミーちゃんです。かわいらしい。はい、かわいいですね、はい、よく描けたと思う部分は靴下の影、ほう、そして先生にアドバイスが欲しいポイント、はい、立体感、先生に赤ペンでがっつり直して欲しい箇所は上半身のバランスということです。まずよく描けたと思う部分が靴下の影ということですが、はい、靴下の影、はいはい、見ていきましょうか、はい、というのもですね、はい、あの両サイドからエアブラシで影を置いているんですけれども、うん、はい、これって結構あの立体感を出すのにいいやり方といいますか、あの非常にいいやり方、うんうんうん、立体的に見えるやり方なので、はい、遠くから見た時とか、うん、非常になんか自然な丸みが出てて、そうですね、はい、いいんじゃないかなと思います、はい、このやり方は、うん、あのどんなイラストでも使える方法ですし、はい、あのアニメ撮りした時なんかもこの方法を最後に仕上げとしてバッと入れてあげると急に立体感のあるアニメ撮りになったりとかするので、一番楽しい部分でもすごい楽しい部分です、はい、なのでどん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 使って、うん、あの使いこなせるようになっていってほしいなと思います。はい、はい、さあそしてアドバイスが欲しいポイントが立体感ということですが、はい、立体感、はい、でちょっと添削用に画面を少しだけ薄くしますね、はい、で薄くしたんですけれども、ちょっとこちらをまず見ていただきたいんですけれども、はい、立体感を出すためにどうしたらいいかなんですけれども、はい、まあ、やっぱりどうしても基本的な立体をまず把握しておく必要があるんですね、はいはい、というのもこういうやつです。
はい、球体とか円とか球体立方体とか同じですね、はい、円錐とか円柱とか、はいはい、球体立方体円錐円柱ですね、はい、これらの形の見え方は ある程度やっぱり認識しておかなきゃいけないなというのがありまして、はい、立方体サイコロとかが描けないと、うんうん、まあ、どうしてもやっぱり立体としての把握って難しいなと思ってて、はい、なんとなくで影を置いてしまっても立体にならないんですね。なのでまずこの基礎を知っていただく必要があるので、はい、まあ、デッサンとかもがそれになるんですけれども、ある程度練習して頭の中でこうどんな角度でも描けるようにしておくと便利ですよということなんですけれども、はい、まあ、できることなら影の入り方とかも知っておくと便利ですね。はい、はい、で下書きの時点でですね、影がどこにできるのかっていうのをある程度メモしておくと、線画にするときに、まあ、実際は描かなかった線とか描かなかったとしても、はい、後でここには影が入るからこれでいいんだっていう安心感も得られますし、いざ塗るときに影置く前提の線画になってますので、迷わなくて済むと言いますか、はい、っていうのがあるので、下書きの時点で少しここに影入れたいなっていうのをメモとして少し書いておくといいかもしれません。はい、はい、で次なんですけれども、はい、影が一色しかないと立体感っていうのがやっぱりなかなか出づらいというのがありまして、ちょっと元の絵を出してみますね。はい、はい、まあ、特に体とか肌とかを見てほしいんですけれども、はい、服とか肌とか見てほしいんですけれども、影の色が一段階しかないと言いますか、はい、要は明るい部分、うん、でちょっと薄い影、うん、で止まってると思うんですね、はいはい、こうなるとどうしても立体感って出づらいんですよ、うん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 、なのでもう一段階さらに濃い影を少しだけ足してみたりとか、逆に明るい部分ですね、はい、服の光が当たってすごく明るくなる、うん、いわゆるハイライトになる部分とかを足してあげると立体感が出るんじゃないかなと思います。はい、はい、もちろん影を入れたりするときはこの四大原型を意識して、はい、どこに一番濃い影が入るのかとか、うん、そのどこにハイライト光が当たってるのかとか、うん、頭の中でちょっと考えながらやっていくと、まあ、立体感出しやすいんじゃないかなと思います。はい、立体感の、まあ、はい、さっきの図形があったと思うんですけど、はい、例えば円とか球体はどこに使われるもの、はい、人体だと当てはまれるとしたら、はい、円は、はい、この隣に書いてある、はい、こちらの図ですね、こちらの図で言うと、はい、まあ円はここですね、はい、まあ、胸の部分とか顔の部分とかもそうですね。顔の部分も、まあ、複雑なね、輪郭の形とかしてると思うんですけれども、はい、基本的にはやっぱり球体と言いますか、なのでどこに影が入ってどこに光が入るのかっていうのは割と置き換えやすいのではないかなと思っておりまして、はい、はい、で体に関してはどちらかというとよく使う形は、立方体と円柱ですね。はいはい、これはこの下の図を見てもらえると分かると思うんですけれども、はい、要はいきなり細かい凹凸であったりとか、うんうん、なんかそのくびれとか、うん、そういうのを再現するのではなくて、はい、まず簡単な形に、まあ、要は立方体に落とし胴体は立方体にしてみたり、うんうんうん、腕は筋肉とか骨とかあんまり意識せずに、うん、円柱のみで考えてみたりすると、うんうん、まあ、立体として考えやすくなるので、うんうん、まあ、影とかもつけやすくなるんではないかなと思います。はいはい、この赤いペンで書いてあるこちらの人体を見た時も分かると思うんですけれども、はい、ここが円柱ですね。はい、前腕も円柱ですね。はい、円柱です。指とか、あ、指も指も、はい、手のひらは手のひらは立方体をちょっと薄くしたやつ、うんうんうん、で指は円柱、はい、にすることで立体感が出しやすいと言いますか、把握しやすくなりますよね、うんうん、ロボットみたいですよね。あれ本当にその通りです、はい、手とか難しい人はまずロボットの手を描いてみても面白いかもしれません。立体がすごく取りやすいので、
でそこから角をねどん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 削って丸くしていくと人の手になりますので、はい、ちなみに足は足も足ってちょっと複雑な形をしてるんですけれども、はい、まあ、この辺の凹凸とかももちろんあるんですけれども、ふくらはぎの凹凸とかあるんですけれども、うん、こちらも基本的にはちょっと細めの円柱を配置します、はい、細めの円柱を配置して後から、細かなちょっとしたふくらはぎの膨らみであったりとか、うん、太ももとかもそうなんですけれども、ただ太ももはただの円柱にするとどうしても膝部分が、うん、でかくなってしまうので、はい、ちょっとだけすぼんだ円柱を意識して描くといいかもしれません、はい、ちょっとだけすぼんだ円柱ですね、うんうんうん、はい、こうすることによって、まあ、形が取りやすいんではないかなと思います、はい、その先の足のこれなんて言うんでしたっけつま先の部分ですかね。つま先の部分って非常に複雑な形をしているので難しいところではあるんですけれども、これはいきなりもう足の形描いてますよね、はい、これは慣れてきたらでいいです、はい、じゃあどうしたらいいかっていうと、はい、ふくらはぎの部分は円柱と、はい、そして足首、ここ足首ですね、はい、があって、まずはティッシュケースみたいな感じで、あ、なるほど、はい、四角で描いてもらって全然構わないと思います、はい、こんな感じで四角い状態で描きますよと。でここから少し掘り下げていって、はい、指先の部分はこんなにごつくないですよね、はい、こんなに分厚くないので、要は面積を半分にしましょうか。ここだけにしましょう、薄くするために、はい、で線形します。そして足首からここにこう薄くしたところにつなげていくと。あ、なるほど、足は逆手とは違ってこうつけるわけじゃないんですね。そうですね、削る感じなんですね、四角を。まずは削る感じの方がいいのかなと思ったりするんですけれども、はい、もちろん相性とかもありますので、人によってはいきなりもう形を取っていった方がつなげて、なんか追加して描いていった方がやりやすいという人もいると思うんですけれども、はい、角度の見え方的にもやっぱりこちらの方が取りやすいのではないかなと思うんですよ。たまにあるのが足なんとなくは描けるんだけど、うん、地面に立ってくれないとか、あ、浮いてたりしますね。そうなんですよ、はい、っていうのがあると思うので、足の角度とか取る意味も込めてまずは四角い、立方体から始めた方がやはりやりやすいのかなと思ったりします。はい、はい、まあ、こんな感じでですね、はい、図形として捉えると、まあ、立体的に考えやすくなりますし、はい、これでしたら、まあ、こちら側から光が当たっていたとして、はい、太陽太陽ですね、はいはい、光が当たっている部分、こちら側は明るいわけですね、はい、こちらは明るいということはこちらが暗いですよね、はいはい、光が当たっているのでここは明るいですよね、はい、ここ暗いですよね、うんうんうん、ほらできたということなんですよ、はい、これを意識して塗るときに影をつけていけばより立体感出しやすくなるんじゃないかなということで、まず四大原型であったり、うん、基本的な立体っていうのを理解していただきたいなということで、図形を出しております。はい、はい、ではもう、はい、こっちいますか、はい、次行きましょうか。じゃあ、がっつり直して箇所が、上半身のバランスということですが、はい、上半身のバランス、はい、元の絵をまず見てみます。そうですね、はい、元の絵こちらなんですけれども、はい、確かに上半身のバランスって、うん、特に女の子においてはすごく難しいところだと思います、うん、でちょっとした線の肩幅であったりとか腰の大きさであったりとか、はい、足の太さ、ちょっとした違いでかなり印象変わってくるポイントでも確かにあるんですよ、はい、で胸があるじゃないですか、はい、胸が原因で肩がごつく見えてしまったりとか。そうですね、胸の位置難しいですよね。そうなんですよ、すっごい上にしても高いし、下だとなんか腰のあたりにあったりすると取れちゃったかなみたいになっちゃうんで、っていうのがあるんで、うん、まあ、非常に難しい、印象はうまく操作するのに難しいポイントではあるんですけれども、はい、アドバイスできるとしたら上半身のバランスよりも今回に限っては下半身も見てほしいんですよ、はいはい、こちらがちょっとしたメモなんですけれども、体のバランスについて、骨盤、腰の部分ですね、女の子を描く場合は
骨盤の部分を大きくして肩幅をちょっと小さめにする、うんうん、要は普通のシルエットにすると三角形ですね、うんうん、分かりやすいのがですね、はい、トイレのマークなんですけれども、あ、はい、男性はこう逆三角じゃないですか、はい、で女性の方はこういう普通の三角なんですよ。これがそのまま生かされるんですよ、うん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 、なので、自分が描いたイラストは、まあ、体つきとかそうなんですけれども、はい、どちらになっているかをしっかりちょっと、うん、全体を見て印象をちょっとおさらいしてみると、どこのバランスを整えればいいのかっていうのが分かりやすいかもしれませんね。はい、はい、上半身が大きくなると、男性っぽく、なってしまうので、下半身の方をちょっと大きめにするような印象で描いていきましょう。手や足を細くしたいときは、それに合わせて体全体も細くしてあげましょうと、うんうん、というのもですね、元の絵を見ると、はい、胴体とか体にか、対して腕がかなり細めに描いてある、うん、ありますよね、はいはい、こうすると、まあ、若干ちょっとバランスが崩れてしまうといいますか、うんうん、全体としてのバランスがどうしても釣り合わなくなってしまうので、はい、体の太さに合わせて腕の太さとか細さとかもしっかり合わせてあげましょう、うんうん、はい、もし腕これぐらいの細さが自分にとっては理想的なんだっていう場合は、うん、体も細くしてあげましょう、うんうんうん、はい、で体はこれが理想なんだけどっていう場合は、はい、腕をちょっと太くしてあげたりとかして、うんうん、バランスをとってあげましょうと、はい、はい、で、今回ちょっとこの絵を見ると、はい、ちょっと手足が小さいかなっていう印象を受けたんですね、うん、はい、まあ、もちろんそういう絵柄にしたいっていう方もいると思うんですけれども、はい、もう少し手足を大きくした方がバランス取れるのかなと思います、うん、まあ、これも全体を見た印象の話なので、はい、整えようによってはこの手のサイズでもいいかもしれません、はい、はい、で、こちらの図に行くんですけれども、はい、先ほど、上半身は小さくして、骨盤の部分をちょっと広くすると、うん、まあ、女性らしくなるよっていうお話をしたと思うんですけれども、はい、胴体っていうのが描き始めるときに立体意識したりとかすると、まあ、先ほど立体の話したと思うんですけれども、なんか体の正面とか側面とかを意識すると、うん、どうしても太くなっていくんですよ。あ、なんとなくなんですけれども、はい、ちょっと太くなってごつくなってしまうので、まずちょっと細めに設定して、うんうんうん、細めに描いて後からその中で側面を決めてあげればいいのかなっていう気がするので、うんうん、はい、描く順番として欲しい胴体の幅を描いておきます、はい、幅を描いてその中で正面の部分と側面の部分を決めてあげる、うん、と、まあ、理想の細さを維持したまま立体感出せるのではないかなと、うんうん、まあ、最初にね細めに描いておく、体の全体的に細めに描いておくと後から太くすることもできますし、まあ、好みに合わせて、調整することが可能なんですけれども、いきなりでかく描いてしまうと削るのって結構大変なんですよ、うんうんうん、はい、下書きの時ならいいんですけれども、うん、いざ線画にしたりとかした後だったら結構整えるの大変だったりします、うん、というのもポーズによって上半身胴体を細くした、じゃあ他の部分も細くしなきゃとか、うん、胴体を細くしたことで肩幅だけが浮いちゃったりとか、うんうん、全体に影響が出てしまうので、はい、まずは細めにしておいて後からいやここもうちょっとボリューム欲しいなっていうところを後からちょっと追加してあげて、胸だったりとか、うん、腰の広さだったりとか後から調整してあげればそこまで直すところが影響しなくて済みますよねと、はい、最初はちょっと痩せて描いて、そうですね、それからバランスを見る方が描きやすいと、はい、そうですね、はい、で、いざですね、はい、描き始めて骨盤を広く取れと言われても、なんかこの状態普通に腕とか手足とか生えてる状態で見たら広くなってるのか分かりづらい、どうやってもやっぱり肩幅の方が広くなるわけじゃないですか、うん、はい、いくら骨盤が大きいとはいえ、はい、そんな時に確認どうやってしたらいいのとか、どうやったらうまく描けてるか見えるのっていうことをちょっと説明するんですけれども、はい、腕を生やすとどうしても肩幅分が追加されてしまって難しいと思います、はい、なのでこの腕の部分をちょん切ってあげて、うん、
腕がない状態、あ、もう完全に体のみ、体のみ、もう肩からない状態ですね、うん、鎖骨だけあるとすれば、うん、鎖骨だけあるような状態で、胴体を描いてあげると、腰の方がちゃんと広くなってるかなとか確認しやすいと思います。はい、はい、なので、慣れないうちはまずは腕をちょん切ってあげて、しっかり骨盤の方が広くなっているかチェックしてあげてください。で、はい、これで広くとってあれば腕を生やした時もちゃんとバランスが取れますので、はい、僕はこういった方法をおすすめします。はいはいはい、ついでになんですけれども、はい、上半身よりも下半身、まあ、いわゆる足ですね、 足の方が長くなるようにした方が、まあ、スタイルよく見えますよということなので、まあ、補足として、そうですね、実際そうですよね、実際そうですね、足長いとスタイルいいなっていう、うん、モデルさんとかそうですね、モデルさんとか本当にそうですね、うん、足すっごい長いですよ ね、 長いですね、羨ましいもんです、はいはい、なのでちょっと長めにしっかり設定してあげた方がいいかもしれませんね。はい、はい、ついでになんですけれども、はい、先ほどの足の補足としまして、はい、太ももからふくらはぎの長さ、はい、太ももとふくらはぎの長さがだいたい同じになるように設定してあげてくださいね、はいはい、と。これどちらかが長すぎてもなんか体のバランスが悪くなってしまったりとかするので、だいたい同じぐらい、足首までの長さが同じぐらいになるようにイメージして長さを取ってあげましょうと。はい、これ足を曲げたりとかすると結構崩れやすい部分だったりとか、はい、立っている時にも膝の位置が明確になっていないと、うんうん、そのパッと出来上がった完成品を見た時に違和感を感じたりとかしやすいので、はい、しっかり長さを取って膝の位置とかもバッチリ決めてあげましょう。はい、はい、はい、でですね、以上のことを踏まえまして、はい、私の方でまた添削、加湿修正といいますか、調整をしたものがございますので、はい、そちらを解説していきます。はい、先生のお手本です。はい、こちらですね。はい、おー、今回上に重ねた黒い線で重ねたのが先生の、はい、そうですね、こちら黒い線、はい、ちょっと太い線で描いてしまっているんですけれども、はい、ちょっとこれでは分かりづらいので、横に並べたものをちょっと見てみましょうか。はい、はい、こちらですね。はい、はい、画面の左側ですね、はい、が私の、今回顔は特にいじらずにそのまんま、そうですね、体だけのバランスを、はい、今回アドバイスが欲しいポイントっていうのが立体感であったりとか、その上半身のバランス、要は体についてが多かったので、今回はちょっと体について、メインで加湿をしてみました、はい、調整をかけてみたんですけれども、はい、まず分かりやすいのがやっぱり腰ですね。はい、うん、でーん、腰がやっぱり広くなってると思います、うんうん、元の絵に比べて、はい、で上半身が、元のイラストではちょっと略三角形気味に見えてしまうものを、なんとかこうまっすぐに見えるような印象に持ってきてみました、うん、はい、はい、で胸の位置とかもそうなんですけれども、はい、胸の位置がちょっと高すぎた結果、肩幅が広く見えるような感じになってしまうので、はい、少し下に下げて、うんうんうん、ちょっとおとなしめな感じといいますか、はい、胸を描くときに基本的にまん丸に描いちゃったりとかするとどうしても違和感が出ちゃうので、これ横から見た図だとしてですね、はい、はい、まん丸に描くのではなく、ちょっと下に下がってるようなイメージで描いてあげると、まあ、非常に自然な感じになるんではないかなと思います。はい、はい、まあ、イメージとしてはですね、今でもあるんですかね、水風船って分かります？あ、はい、あれですよね、蛇口に風船をつけてこう水で膨らましていく、はい、で人に投げつけるやつですね、バーンなるやつなんですけれども、風船に水を入れた状態が非常に分かりやすいかなと思います。はい、それをイメージして描くだけでも、この丸いまん丸な胸からちょっと柔らかみのある胸に変えられるのではないかなと思いますので、はい、ぜひちょっと意識してみてください。はい、はい、で、まあ、上半身については、上半身はかなり細くして、下半身を広くとっておりますよということなんですけれども、手も若干、はい、本当に若干ではあるんですけれども、一回りずつ大きくしてます。はい、はい、でバランスをとってあげましたよというところです。はい、で足なんですけれども、はい、まあ、元の状態では
どこに膝があるのかわからないがゆえに、その足の比率のお話をしたと思うんですけれども、はい、1対1ですね、はい、1対1っていうのがやっぱり認識しづらい、どこに膝があるのかわからないがゆえになんか不安定な足になってしまいやすいので、うん、はい、しっかり長さを取ってあげて股下からですね、まあ、大体この辺に股下が来るのかなという感じなんですけれども、はい、しっかり膝の位置を決めてあげるのが重要ですね。膝の位置を1対1でこう、はい、しっかりこの辺かなって取ってあげて、うん、膝をちゃんと書いてあげましょうと、はい、これは影だけで書いてもいいです、うん、要は線を取らなくてもいいと思うんですけれども、はい、ある程度やっぱり意識しておかないと、うん、見ている側が少し不安定に感じてしまう部分でもありますので、ぜひ膝の位置だけはしっかり取ってあげてみてください。はい、はい、で、次影なんですけれども、はい、1段階だけだと、ちょっと立体感が薄いと言いますかっていう話をしたと思うんですけれども、はいはい、そこを踏まえまして、影を1段階追加しております。足の部分を見てもらうと分かるんですけれども、はいはい、ここら辺がすごく濃いくなってるの分かりますか、ね、ちょっと濃いめの色を、はい、1色だけじゃなくて2色3色使って、より立体感を増させるという方法を取っております。はい、ただもちろん淡い絵の方が好きという方もいると思いますので、ただ単純に濃い色を置けというわけではなくて、はい、何色か使ってより立体感を出してあげましょうという印象で、はい、地の色の肌の色だけと影2色だけじゃなくてもう1色足すとさらに立体感が出るの で、まあ、それはいろいろ使ってみると、まあ、どんな見え方がするかなっていうのも面白いですよね。そうですね、はい、まあ、絶対影になる部分、絶対濃い影がつくだろうなみたいな分かる部分だけでもいいので、うん、はい、しっかりつけてあげてもいいかもしれませんし、いやあんまり濃い影好きじゃないからほんのちょっとだけにしようかなとか、うん、2段階なんだけどそこまで濃いくないやつがいいなとか、そういう調整をかけてみると面白いんじゃないでしょうか、うん、はい、首とかもそうですね、1段階濃い影入ってます。はい、はい、で生え際とか実は細かくちょっとだけ入れてるんですけれども、はい、この生え際の部分であったりとか、ここの一番奥まった部分だけさらに濃い影を入れてみたりとかしています。はい、お洋服もそう。あ、そうですね、洋服も脇の下の部分だったりとか、はい、要は絶対暗くなるだろうなってはっきり分かるところだけちょっと強調してみたりとかすることによって、より立体感が出しやすくなるんじゃないかなと思います。はい、で、腕とかもそうですね、はい、腕とかも足と同じように、円柱を意識して影を入れてあげることで、でも、ね、立体感を出してあげることができるのではないでしょうか。で今回この腕の部分は、影だけじゃなくてちょっとハイライトも入れてます。はい、白に、ね、そうですね、っていうか明るめの色です、ね、明るめの色が乗ってると思うんですけれども、はい、暗いだけじゃなくて明るい色もしっかり置いてあげないと、立体感出したいからって濃い影ってやっていくと、どんどん絵が暗くなってしまうので、明るい方にも焦点を当ててあげて、立体感を出してあげるという方法もいいのではないでしょうか。はい、はい、ということで、レミリアさん応募ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後の方の添削です。続きましてピヨットさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですね。可愛いです、はい、はい。よく描けたと思う部分はアホ毛と遅れ毛を描いているときはテンション上がります。はい、先生にアドバイスが欲しいポイント、デフォルメ絵にインパクトを出したいです。うん、先生に赤ペンでがっつり直してほしい箇所はフリルがどうしても描けません、ご教授お願いいたします。はい、とのことです。はい、はい、フリル難しいですよね。難しいですよね。はい、なので、まあ、はい、今回はですね、その辺も解説したいなと思うんですけれども、はい、まずアホ毛と遅れ毛を描いているときはテンションが上がるという、はい、アホ毛確かに楽しいんですよね。はい、頭の上にピヨッと出てるピヨッと出てるやつなんですけれども、そうですね、はい、キャラクターのシルエットといいますか、うんうんうん、に変化させるためにすごく役に立つといいますか、はい、まあ、これを作るだけで一気に可愛くなったりとか印象残るキャラクターになったりとかするから、確かに非常にいいアイテムですごい楽しい部分であるんですけれども、はい、まあ、僕も一時期アホ毛ばっかりつけてなんか
気がついたらオリジナルキャラ全部アホ毛ついてるみたいなことになってた時期もあるんですけれども、はい、まあそれぐらいね魅力的で非常に面白いパーツですよね、うんうん、よく描けてますと、はい、本当によくできてると思います。遅れ毛ってこの多分ピヨッとこの線で黄色く出ている線ですよ ね、うん、ですね。要はなんか一本出てるような、うんうん、束から外れたピヨッと出てるようなものじゃないかなと思うんです。そうですよね、これのことですね、はい、ピヨッピヨッと。これを調子に乗ってやるとなんかバサバサ。あ、そうですね、はい、これ非常にいいところで止めてると思います。はい、バランスがいい。そうですね、これ以上やるとしつこいし、うんうん、これよりも少ないと書く意味がないしっていう、はい、すごく難しいところではあるんですけれども、はい、非常にいい調整ができてると思います。はい、はい、さあというわけでアドバイスが欲しいポイントがインパクトを出したいとのことなんですが、うん、はい、インパクト確かにデフォルメ絵って難しいところがあるんですよ、はい、要はなんか同じような輪郭で同じような体つきでってなってしまうし、はい、頭がでかくて体がちっちゃいってなってしまうと遠くから見た時にやはりこうこじんまりして見えちゃうといいますか、なんかどんな動きをしても大体同じように見えちゃうんですね、はい、だからこれ一体だけ見せられると確かにすっげー可愛いじゃんってなるんですけれども、はい、同じような絵柄のやつが20体30体も並べられると確かに馴染んでしまって目立たなくなってしまうとかいう問題が多分出てくると思うんですね。はい、まあ、そういう意味でも込めてインパクトを出したいというものだと思うんですけれども、はい、まずちょっと添削用に薄めたものとインパクトについてなんですけれども、はい、デフォルメのインパクトっていうのは、まあ、体が小さい分画面に動きが出づらいので、はい、いつもの普通の人体とか普通のキャラクターを描くときに比べてちょっとアクションを大げさにした方がやっぱりいいと思います、はいはい、要は可愛らしいポーズをしたいからとかおしとやかなキャラだからといって、こじまりしたポーズにしてしまうとどうしても印象に残りづらくて、体にですね動きが出ないのでシルエットが動かないんですよね、はい、なんかアクションしてるように見えないんですよ、うんうんうん、リアルなキャラクターとか等身高いキャラだったらちょっとしたアクションでもいいんですけど、はい、デフォルメはより大げさにしないと動きがわからないので、ちょっとだけ大げさにしてみるといいんじゃないでしょうかということで、はい、ここに書いてあると思うんですけれども、はい、元の絵でいくと手を下の方で広げてますね、はい、手が見えない状態ですね、はい、手が見えない状態ですね、はい、で足も非常に可愛いんですけれどもこんな感じで内側にまとまっているような状態と、はい、こうするといざ服を着せた時に全てが馴染んでしまって、うん、あんまりこう突出したパーツがないと言いますか、うん、なんかまとまりすぎちゃってるんですね、はい、なのでまとまりすぎ防止ちょっとアクションを大げさにして、まとまりすぎないように動きが出るように、はい、ちょっと調整しております。腕をですねより大げさに上げてみたりとかして、はい、足も極端にこう折り曲げたりとかすることによって、まあ、ポーズのイメージとか印象は残したまんま少し大げさに、うんうんはい、ポーズを直してみたりします。手はここですよ、はい、足はここですよと主張する感じ で特にすっごい、腕とかってすごくもどかしくて僕は仕事でデフォルメの絵を描くことって非常に多かったんですけれども、はい、手足が服と被って見えなくなることが非常に多いんですよ。でそれがゆえにポージングも分かりづらくなるし、うん、なんかいまいちパッとしない締まりのない絵になることが非常に多くて悩んでいるところでもあるんですけれども、はいうんまあ、それを解消するためには、まあ、よりオーバーアクションにさせて服と被らないようにしたりとかどうしても隠れてしまうときはちょっと人体を崩してもいいかもしれないです、はい、要は嘘をついてわざと手を見えるように若干腕を伸ばしてみたりとか、うんうんうん、服のめくれ方を自然ではないちょっといびつなんですけれども、うん、手足を見せるためには仕方ないとか、うんうん、そういう嘘も必要になってくるんじゃないかなと、はい、思っております、はい、でデフォルメでインパクトを出す時のもう一つのコツなんですけれども、はい、印象に残りやすいパーツはでかく描く。おはいはい、そうすることによってそのキャラクターの特徴をしっかり出すことができる、デフォルメキャラに至っては皆さんやっぱり顔に目がいくと思うんですね、うんはい、でもそのキャラクターって本当に顔だけが特徴なんですかっていう話なんですよ、うん、で既存のアニメとかゲームとかのミニキャラとか、うん、たまにアクセサリーとかでありますね、グッズとかがあるじゃないですか、はい、ミニキャラになった途端普通の人になるんですよ。おー
いや特徴が薄れてしまうんですよね、はい、いや輪郭も同じになっちゃうし、うん、目とかも同じになっちゃうし、うん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 、いや特徴もあんま変わらなくなっちゃいますよね。頭身もあんまり変わらないしっていうことで、ちょっとあの特徴が薄れてしまって、はい、遠目から見た時にやっぱり誰か分かりづらくなってしまうっていうのがあるので、うんはいはい、そのキャラクターの全体を見た時に特徴になりえそうなパーツっていうのはでかく描いていった方が、うんうんまあ、いいんじゃないでしょうか、はい、特に顔以外にも目を向けてあげてほしいですね、うんはい今回の場合だったら僕はあのこのキャラクターの鈴の部分であったりとか、はいうんうんうん、あとはまあ耳であったりとか、うんうんうん、顔になりますけどね、はい、耳の部分だったりとかが割と特徴的になるんじゃないかなと思うので、鈴をやたらでかくしてみたりとか、うん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 、耳だと、はい、耳だと耳ももうちょっとなんか大きくしてみたりとか、大きくしちゃう。デフォルメって意味がそもそも、うん、あの誇張とかそういう意味になってくるんですよ、はい、要はあの二等身の SD キャライコールデフォルメではないんですよ。あデフォルメっていうのは、うん、特徴をより大げさに誇張してあげることなので、うんはい、それができていないとデフォルメとしてそもそもそんなに成立していない状態、ただのミニキャラっていう感じになってしまうんですね、はい、なのでせっかくデフォルメとして、うん描いているのであれば特徴になりそうな部分をしっかり出してあげると、はい、いうことも意識するといいんではないでしょうか。はい、はい、じゃあ続きまして、もうフリルがどうしても描けませんということですが、はい、いよいよフリルですね。フリルですね。フリル難しいですよね、はいまあ、パッと見た感じだともう全然悪くないんですよ、はいはい、すごく綺麗に描けてると思うんですけれども、はいはい、ただ、まあ、強いて言うならちょっと均一すぎるかなっていう印象は受けます、うんうんはい、要はこのフリルのこのうねの部分ありますよね、はい、これのサイズがほとんど一緒なんですね、はい、一緒になってしまってるがゆえにちょっと硬いフリルに見えてしまうのかなっていう、はいまあ、このままでも悪くないんですけど、はいまあ、よりちょっと動きをダイナミックにしたいのであれば、ここのうねうねのサイズ感を崩す必要があります。はい。はい。で、まはい、基本的なフリルの描き方。フリルの描き方、これよく見るやり方だと思うんですけれども、はい、まずこれですね。はい。はい、これですね。はい。1番から見てみましょう。まずうねうね描きます。はい。はい、私穴ぼこって呼んでました。穴ぼこ。穴ぼこ。はい、これなんでもいいんですけど。読み方はなく、はいはいあのまあ、こ好きなように読んでくれて構わないと思うんですけど、はい、タコっぽいとか思います。確かに書いて、はい書いてはい、そこから、まあ、布の、ね、奥まった部分というか、はい、を書いていくと思うんですけれども、これよく見るやり方です、はい、でこれで注意しなきゃいけないのが、うん、本当にさっき言ったようにうねうねの形が均一になりすぎるんですね、うん、特に綺麗に書こうとするとなおさらなんですよ、はい、で自分ではランダムにしているつもりみたいなことが結構多くて、うん、あの人間って意外と不思議なもんで、はい、ランダムに書けって言われても意外と均一になるんですよ。不思議ですね、はい、何でしょうね。無意識にうねうねうねって書いていいんだよとか言われても、うん、実は意外とこう均等になってたりとかすることが多くて、うんうんうん、なのでランダムは意識しないとランダムにならないこともあるということをちょっと考えつつ、はい、ちゃんとちっちゃい大きい中くらい小さい大きいみたいな感じ で、うん、でこれも小さい大きい中くらい、うん、ここまではいいと思います、はい、これがパターン化しないように小さい大きい中くらい、そうですね、うん、小さい大きい中くらい、これ全体的に見たらランダムにしてるつもりなんですけれども、そうですね、法則性になってるんですね。あ確かに、はい、これ気をつけてください。はいはい、なのでまずうねうねがちゃんと本当にうねうねランダムになってるかどうかチェックしてあげてください。はい、はい、で次に大事なのが、はい、フリルって要は先ほどもずっと解説してたようにここのうねうねばっかりみんな見るんですよ。はい、どうしても先が気になります、うん、そうなんですよね。やっぱりスカート描くときってやっぱここを描いちゃうと思うので、はい、どうしてもここ目がいくと思うんですけれども、うんまあ、フリルとか描くときってここ以上に大事なのがこの縫い目になる部分ですね。根元と言うべきか縫い目と言うべきか、はい、ここも結構大事で、はい、うねうね描いた後にこの2番の青い線のここ描くと思うんですけれども、はい、ここがどこに向かって伸びていくのかっていうのが割とバラバラになってしまいがちなんですね、うん、なので
いや普通のスカートの場合ウエストでここ絞ってると思うんですけれども、はい、この絞ってるところに向かってちゃんと放射状になってるかどうかをチェックしてあげてほしいんですね。もともとのスカート自体のこのフリルができるのがこう縛っているからフリルができるっていうのを覚えておくといいかもですね、うん、縛ってるからここ縛ってるからフリルになるんだよっていう感じなので、うん、要は重なったりとかして折れ曲がったりとかしてできるものなので、はい、ここ本当にあのキュッとキュッと集中するように線が集中していくように、うん意識してみてほしいなと思います。はい、するとあの普通に線画を描いた時でも線の向きが少し変わってくるんじゃないかなと思いますので、うんぜひやってみて意識してみてほしいところでございます。はい、はい、で実際ちょっと書き順として僕参考用意したんですけれども、はい、フリルの書き方、はい、まず1番からこの場合スカートなんですけれども、はいスカートの裾を1周書きますよと、うんまあ、この場合8の字みたいな感じでこう8の字にするようにちゃんと裏側までぐるっと1周書きます、はい、ではここが表ですね、スカートの表、でここから裏ですね、はい、なので実際線を描くとしたらフリルがないキャラクターを描くとしたらこんな感じ、スカート、はい、こんな感じでここが裏側、はい、になるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、この裏側を意識するっていうのが非常に大切で、はい、これができていないとここがこの裏側が意識できていないと表ばっかりフリルしっかりしてるんだけどいざ裏側になると急に立体感がないみたいな、ただのこの立体感のないウニョウニョになってしまうということもありますので、はい、しっかりこう裏側までこう描いてあげると、はい、裏側までウニョウニョを描いてあげると、しっかり、説得力のあるフリルができますよと、はい、で2番目はい、はいスカートの裾の部分を描いたら今度はウエストにつながる部分、いやスカートの広がりとウエストの部分ですね、はい、を描いてあげましょうと。裾から描くんですね。はい、これでもう大丈夫です。これで、ね、裾から描いてあげた方が、はい、なぜかっていうとウエストから描いてしまった場合、はい、スカートの広がりがもうある程度頭の中でできている人であれば、うん、動きが出やすいと思うんですけれども、はい、どうしてもあの立体を意識しようとすると硬くなりやすいんですね。こう破綻しないように破綻しないようにとか、はい、動きが出づらくなってしまうので、はい、まずそういうの関係なくとにかくこういう動きで欲しいんだみたいなのを先に動きを書いておくことによってこんな感じで動きを書いておくことによってぐるっと一周書いておくことによってどんな角度でもスカートをつなげることができますよと、うんうん、動きを自由自在に作ることができると、はいはい、っていうことなので、まずスカートの裾これぐらいの長さでこれぐらいの動きが欲しいなっていうのを描いた後にウエストと布の広がりを描いていきます。はい、はい、次3番目ですね、はい、いよいようねうねを描き出していくわけなんですけれども、はい、ここで、緑色のこのスカートの裾の部分に沿うようにうねうねを描いていくんですが、はい、これも沿いすぎないようにしてください、はい、要は目安があるからここに沿わなきゃ立体感崩れちゃうみたいなイメージで描いてしまうとやっぱり硬くなってしまったりとか、はい均一感が出てしまったりフリルもうちょっと大きく描きたかったのに、はい、いざ描いてみるとすごいちっちゃいものばっかりだってなってしまいやすいので、はい、あくまでイメージ程度で大丈夫なのでしっかりランダムを意識してこう、うん、緑の線に、はい、あまり、まあ、それを意識しつつそれにきっちり添えて描くのではなく、ね、意識はしてほしいんですけれども、うん、あんまり添いすぎないようにした方がやっぱり動き出しやすいです、はいはい、これもこのスカートの広がりありますよね、はい、2番目の工程で描いたスカートの広がりあると思うんですけれども、はい、ここはみ出しちゃって構わないです、うん、飛び出しちゃって構わないです、うんうん、ではここにぴったり収めなきゃいけないとか思う必要は本当になくてこれをしてしまうと、うん、むしろスカートの動きがこれで限界を迎えてしまうので、うん、要は
面白くないと言いますか、うん、やっぱり堅苦しくなってしまう、はい、なのでその辺はあまり意識せずに飛び抜けてもいいので、しっかりうにょうにょっとランダム感を出して大きい小さいとか意識してやっていきましょう、はいはい、本当にあと書くところって言ったらこのウエスト部分に向かってこのうにょうにょの両サイドですね、はい、膨らんでいる両サイドの部分を放射線に向かって伸ばしていく、はい、絞られている部分に向かって伸ばしていく、ただそれだけです、はい、うん、この線もしっかり全部描いてしまうと、そうなんですよ、あれなんですね、はい、きっちりこの線はあくまで向かう先の指数というか目安なので、絵柄によってはあまり描かない方がやっぱりいいと思います。特に今回の場合はデフォルメ系なので線をたくさん描くとそこだけ リアルになってしまって気持ち悪くなってしまうので、できる限り線は省いた方がいいと思います。ただ省くとその線の向かう先っていうのが、こういう向かう先っていうのが顕著に出るんですよ。ここが一本でも違う方向を向いていたりとかするとすぐ立体破綻しちゃうんで、はい、デフォルメになればなるほどその線の向かう先っていうのを意識してほしいです、はい、リアルだったらある程度何とかなるんですけど、うん、まあそういうこともあるよねみたいな感じになるんですけども、デフォルメの場合は線の向かう先、線の一本一本が大切と、すっごい大切です、うん、なので僕今までデフォルメの絵とか描いてきて思ったのが、はい、デフォルメが一番難しいです描きたくなっちゃいますけどデフォルメって、うん、確かに絵を描き始めてすごく描きやすいし楽しいんですけれども、うん、奥を掘り下げていくとめちゃくちゃ難しいんですよ、うん、なるほど、はい、例えば服のシワとかって、うん、描けない角度とか絶妙な角度って、はい、要はリアルにすればなんとかそれっぽく見えるんですよ、うんうん、たくさん線描いてたくさんタッチ入れれば立体的に見えるんですけれども、うんうん、それをじゃあシワ1本で表現しろって言われるとなかなか難しいんですよ。線1本しか描いちゃダメだよじゃないんですけど、うんうん、まあ下手したらシワなんて描かずに立体を表現しろって言われるとどうなんだっていう、はい、それを求めるのがデフォルメだと思ってて、奥が深い沼ですデフォルメ沼でございますけれども、はい、まあその辺のさじ加減も含めて、はい、考えてみてほしいなと思います。はい、はい、まあこんな感じでですね、はい、フリルを書いていくわけなんですけれども、はい、それを踏まえてですね、私がまた加筆して、はい、ちょっと挑戦してみたものがございますので、はい、そちらをご覧ください。お願いします、はい、こちらですね、はい、こんな感じで、僕なりにちょっと考えて描いてみたわけなんですけれども、はい、今回のイラストはまあぶっちゃけ言うと元のままでも十分可愛いし十分うまく描けてると思うんですけれども、はい、アドバイスのポイントとして考えるのであれば、こんな感じになるのかなというふうに描いてみました。まず、はい、ちょっと並べてみましょうか、はい、こんな感じでございます。はい、はい、まずインパクトを出したいということで動きが大きくなりましたって、ね、はい、そうですね、動きが大きくなってますよね。腕を、かぶってる部分とかをこういうところですね、はい、かぶっていた部分をちょっと調整して、服がかぶらないようにしてあげてポーズを分かりやすくしております。はい、はい、で足はこういう内股にしてる女の子らしいポーズの印象はそのままに、はい、ちょっと足を広げて、足を多めにちょっと左足が多めに見えてる感じ、はい、そうですね、はい、にして足の動きをしっかり出してみたりとかしています、はい、で、知らないパーツが1個ついてると思うんですけれども、そうですね、ひらひらが、はい、ここ、まあ、謎パーツなんですけれども、はい、要はこれは何のために追加したかというと、はい、シルエットに動きを出すためでですね、要は輪郭全部こうなぞってみた時の、はい、この動きですね、うん、要はこの状態ですとやっぱちょっと飛び抜けてるパーツとかがないので、やっぱりちょっとボリュームが少なく感じてしまう、こっちばっかり、はい、顔ばっかりにボリュームがいってしまうので、はい、それを解消するために謎パーツちょっとつけました。下に動きを、はい、ヒュインと動きがつくようにしております。はい、はい、で、漢字のフリルの部分ですね、はい、フリルの部分もともとでも十分良かったんですけれども、はい、さらにですね、良くするためといいますか、はい、もう一段階ちょっと調整してみましょうということで、大きいうねうね小さいうねうねとかを
しっかり分けてあげて動きをより、ね、ダイナミックにしてみました。はい、はい、で、線の向かう先ですね、要は縫い目を意識した、付け根を意識したフリルの線の向かう先、ここですねもちょっと考慮して、調整してみました。はい、あと鈴ですね、鈴の角度がそうですねちょっと変わってます。もともと体が真正面を向いていたんですが、はい、動きを出すためにちょっと体を斜めにしております。それに伴い、はい、鈴も斜めに見えているという感じでございます。要はデフォルメだからといって立体感を出しちゃいけないというわけではないので、要は体が斜め向いているときはちゃんとパーツも斜め向かしてあげてもいいんじゃないかなというところでございます。はい、はい、で髪の毛なんかも、はい、ごくわずかな差ではあるんですけれども、少しだけこうボリュームを足してあげたりとかしてシルエットに動きを出しております。要は小さいキャラは小さいキャラなりに自分を大きく見せようとしてほしいと言いますか、はい、なるほど。あれですね、こうインパクトを出したいときにこう絵じゃなくて全部ベタ塗りにしてシルエットにしてみたときの動きを見てみるのもまた、はい、それは本当におすすめです、ね、というか僕はどの絵でもやってほしいです。キャラクターのかっこよさ、はい、立ち絵とかもそうなんですけれども、はい、キャラクターのかっこよさってほぼシルエットで決まると言っても過言ではないと僕は思っていて、はいはい、キャラクターのデザインの特徴であったり、うん、その性格のインパクトとか、いやこのキャラクターは冷静なキャラなのかとか動き回るキャラなのかとかも全部シルエットで割と判断できるんですよ。はい、はい、なので、シルエットでしっかり意識して特徴を出してあげると、まあ、より、いいキャラクター作りができるんじゃないかな、いい絵作りができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、デフォルメに問わず、はい、シルエットを意識してみてください。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあピヨットさん、ご応募ありがとうございました。ありがとうございました。以上、MRI 先生によるイラスト添削室でした。ここでお絵かき講座パルミーからのお知らせです。はい、よろしくお願いします。お絵かき講座パルミーではイラストの描き方を動画で学べるオンライン教室です。キャラクターや漫画、背景イラストの描き方まで100以上の講座を配信しています。講座では第一線で活躍されているプロのクリエイターが講師を担当しています。実際のお仕事で使われている最先端のテクニックを学ぶことができちゃいます。また講座はすべて動画形式なので、パソコンやスマホで24時間いつでも好きな時に授業を受けられます。平日や週末の空いた時間を使って自分のペースに合わせて進めることができます。講座で使用された授業資料はダウンロードできるので復習にぴったり。さらに講座でわからなかった箇所はパルミーのスタッフに質問できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。パルミーは追加費用なしの月額料金制で、入学金は一切ありません。短期集中で学びたい方に向けた1ヶ月プラン、自分のペースでじっくり学びたい方に向けた6ヶ月プランをそれぞれご用意しております。6ヶ月プランを始められた方にはペンタブとクリップスタジオペイントの2年間使用券がついてくるので、パソコンにつなげてすぐデジタルイラストにチャレンジすることができます。1週間の無料お試し期間もご用意しておりますので、より詳しい内容については概要欄の URL からアクセスしてください。私 MRI もいくつか担当しておりますので、よろしければ見ていただけると嬉しいです。はい、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。以上、告知コーナーでした。イラスト添削室、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
さあ先生お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、さあ今回第1回目でしたが、終えられていかがでしたか？ってか、はい、すごいがっつりやっていただいて講座みたいでしたけれども。そうですね、ちょっと僕も、はい、あの気合が入っちゃったわけなんですけれども、はい、あの非常に楽しかったですよ。はい、まあ、ただ動画で、うん、あ、動画といいますか、その YouTube として添削するっていうのは初めてだったので、うん、あのどうなるかすごく不安ではあったんですけれども、うん、はい、あの非常に魅力的でいい絵をたくさん送っていただいた中で、自分が添削で力になれたのであれば、幸いなんですけれども、まあ、すごいいい絵がたくさんあって、はい、素敵な作品ばっかり送っていただいたので、素敵ですよね、本当めっちゃ嬉しいんですよね、はい、ぜひ参考にしていただいて、皆様もそうですね、素敵なイラストをどんどん描いていただいたらいいなと思います。はい、相葉さんいかがでした？はい、私もいろいろお伺いできて楽しかったですし、こうこうって思ったところもたくさんあったので、うん、絵を描きたくなりますよねそれならもう僕も本望でございますよぜひチャレンジしていってください。はい、先生ありがとうございました。はい、さあこちらの企画なんですけれども、なんと視聴者の皆様から好評であれば続くかもしれないので、はい、ということで高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。嬉しいです。ぜひぜひあの添削してほしい方いっぱいいるはずですので、はい、あのいっぱい見ていただいて回転数もね回してもらってそうですね、あと高評価もポチッと、はい、ポチッと、そしてチャンネル登録もしていただければ、はいはい、ぜひぜひお願いいたします。お願いします。というわけで、はい、今回以上でございます。はい、はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。この放送はお絵かき講座パルミーの提供でお送りしました。